1分か2分もちょっと喋らせてほしいなと思って、嫁はんも喋るし私も喋るし、どんな夫婦やと思ってるけど、家ではほんまもうあんまり喋りません、ほんまに喋りませんあんまり。で朝でももう工場へ行ってね、で仕事をすんねんけど、まあ次の半分以上はもう喋れんね、朝の挨拶と晩の挨拶ぐらいね、ほんまに。だから朝行ってファックス流れてきて、で図面見て、で機械動かして、もうずっと一日中それやってるいう感じだからね、まあ、連れは連れでまたそれをやってるいう感じだから、ほんま喋れんわ。他の人から見たらなんやこれはと思うけど、ほんま喋れんわ。喋りませんね、もう仕事をバーッと集中してるから、ね、ほんまに要集中しとってもペケはようだねんけどね、まあ、ペケあんまりペケ出したらもう仕事辞めなあかんなと思ってね、ほんまに連れにもいつ辞めようかなと思ったらね、行けるとこまで行くって、行けるとこまで行くって言ったら年なんぼやねんな、もう80、90ぐらいまでやらなあかんことやけどね、うん、頑張らなあかん。でまあ頑張った分みんな自分のところ懐に入ってくんねんけどね、今もうしゃべると仕事少ないからね、ほんでもうややこしい時間のかかる仕事はもう断ってんねん、あものすごいその値段はええねんけどね、値段はええけどまあええわ、もうしんどいするの嫌やしね、おそうまで散々遅くまで働いてきたからね、まあええわと思ってねやってますね。ほんでまああんまり話もうちょっとね進まないね、この人の一本は10分やろ、ねえ、ほんでこうしたあのまあ普段でもね、まあ日常にはもうみんな一緒だと思いますわ、もう帰ってきてね、で今の自分はもう帰ってきてちょっと歩いて、ほんで競馬の帳面見て、ほんで株価ね、株価さーっとこれもう念入りに見て、ほんでテレビつけて、ほんで新聞ちょっと読んでるいう感じだね、ずーっと。もうそれがもう日常茶飯事、まあまあ観光素材とそんなない限りね、なんか大きいない限りはもう日常そんな感じですよ。まあ誰かが言うてましたけど、平凡が一番やねんと、そう思いますわ、もう平凡が一番、ほんまに。でこの頃ちょっとものすごい凝ってることがありましてね、あの YouTube で古い歌、昔の歌これかかってんねん、これびっくりすんねん、ほんまに。こんなん聞く人おるんかなと思ってね、見たらコメント見たらもう何十万何百万人でね聞いてんねんね。あやっぱりこの段階の世代はめちゃくちゃ人多いねんなと。と思うとったら若い人も聞いてますよ、これ。ほんまに不思議なぐらい。ほんで古い歌ってどんな歌か言うたらね、落ち葉しぐれとかね、まあ皆さん知ってるか知らないけど、落ち葉しぐれとか、10代の恋よさよなら、これまあちょっと新しいから知ってると思いますけど、神戸一郎さんが歌った。知らん。神戸一郎はもう古いよな。そういう歌ばっかり聞いてますね。はっきり言うて、もう毎日のようにね。嫁山はもう何聞いてるか全然さっぱり分からへんね。私はね。私も知らん。もうそれを若い人、女の人、これサックスで見てますね。これものすごい聞き応えあんね。古い歌を。で、年なんぼかなと思ってね、若い人やからね、10代かな、20代かな、30代か40代かなって、あんまり年ね、上げていたら怒られますけどね、まあ見た目がそれぞれちゃうからね、ものすごい若い人ですね。ほんで、うまいからもう、聞き入ってまうねんけどね、もうほんまに最高や言うかね、サックスで、あれ吹いてやってますねんけどね。まあ私もその古い曲を何曲か吹きたいなと思ってんけど、やっぱり2、3ヶ月ちょっと、ね、2、3ヶ月かかるのちょっと難しい歌をね、
だからコロナで何やっとって練習やっとったんかで練習はせえへんし、そこそこ練習もそこそこなかなかこの吹かれへんかね。ほんまはこの人でこんだけ喋らんでも吹けたらね、2、3曲吹けたら喋る必要ないんですけどね、やっぱりごまかしてるんかね。もう1曲が吹くのもう精いっぱいからね、ごまかしてますね、はっきり言うて。でこれ皆さん知ってるかどうか分かりませんけど、あのサトウキビ畑、これ今はあの引きやすいからね、これをちょっと生かしてもらいます。喋れへんと実行ばっかり。